もう、わかりましたよ。もう、ツイッターの方でいっぱい連絡来てさ、もうそろそろ、トークへ入れろと。わかりましたよ。わかったよ。その代わりお店の方からさ、ちょっとクレーム来たら、そしたらちょっとトーク、ストップしますんで、よろしくお願いいたします。わかりましたよ。映画さんとかも。ヒデさん、わかりましたよ。あ、それでね、久しぶりに仕事で、またさ、この小山の前通ったのよ。小日向文京区のね。で、久しぶりに来たら、当時ね、900円だったかな、エビ巻きコロッケ。50円しか上がってなかった。もうみんな、めちゃくちゃ上がってんのに、この良心的な金額。おばちゃん好きになっちゃうわよ。で、このね、コロッケ、クリームコロッケなのよ。それの、コロッケとコロッケの間にエビが入ってんの。それで揚げてんの。これはうまいよ。これはうまいよ。久しぶりに来たけどさ、なんか、横にさ、レモンのスライスしたの添えてあったんだけど、今上に塗ってんのね。あれ何年前だったかな。今から3、いやもっと前か、5年とか6年ぐらい前かな、訪れたんだけど、盛り合わせっていうのもあって、それにもエビ巻きコロッケはつくんだけど、1個だけなのよ。エビ巻きコロッケ定食だと2個ついてくるの。で、これ1個がでかくてさ、で、2個ついてると、いやもう、すごく幸せ。いやでもクリームコロッケにでかいエビがさ、どんと開いたやつ、入ってたら、まあ、これはうまいよ。おばちゃん。カニクリームコロッケとかさ、まあ、エビクリームコロッケ。なんか、ちょっと身が入っててさ、まあ、それが、なんていうの、風味がさ、クリームにさ、合わさってさ、美味しいじゃない。でも、エビ丸ごと1個入ってんのよ。エビの風味がもうエビってね、いやこれはもうもう見た目もなんかさ、カブトガニみたいななんかちょっと怪しい外観してるでしょ。いやもう変わっててね、おばちゃん変わっても好きじゃん。いやーまあ当時食べた時からこれ好きになっちゃってね。いやもう本当にね、エビの味わいがこんだけ入ってるとエビってんのよ。ジャガイモのコロッケはヨーロッパ各国に見られる古典的な付け合わせ料理であり、起源を特定するのは困難です。正確な記録や定説は存在しませんが、明治時代の文明開化の中でフランス料理やイギリス料理の一つとして日本にもたらされたものと考えられます。フランスのクロケットはホワイトソースのアパレイユにパン粉をつけて調理したもので、現在の日本のクリームコロッケと同じです。フランス料理の場合、油で揚げるのではなく、もっぱらオーブンで調理されます。1895年明治28年の女性誌序刊には、このクロケットをジャガイモを使ったコロッケと対比して、それぞれはもはや別の料理と書かれています。ここね、実はね、前の会社の、まあ、働いてた時のね、上司を連れてきたのよ。したら、上司も変わってるの好きなの。え、何これつって。いや、これ食べてみるとすごい美味しいですよ。つってね、食べてたら、いや、味も変わってんじゃん。だから、エビの味がすごい伝わるんだけど。そりゃ、そうでしょうよ。だって、エビの部分だけ食べてんの。カニクリームコロッケみたいな。なんていうの、クリーム部分も食べてさ。なんていうの、まあ、エビの味わいが強いって言うんだったらわかるけど、エビ部分食べてたら、それはエビの味するでしょうよ。でもね、めちゃくちゃ美味しいって言ってた。だから、おばちゃんよりも、
一つ前の会社のね上司もここいっぱい通ってたと思う。うん、また行ってきたよっつって写真見せてもらったから、スマホで撮った。それでね、まあ、レモンを振るとちょっとねさっぱりするの。でも醤油とかソースとか何もつけなくてもこのままで美味しい。うん、あとさ、ここ何よりもね付け合わせがうまいのよ。あの煮物とかさ、あとあのだし巻き卵とか、あとあの菜の花をマヨネーズで合わせたやつ、でもちょっと味なんかつけてんね。うん、あのコロッケもめちゃくちゃうまいんだけど、この横にあるちょっとこういうなんかおしんことかもさ、まあ美味しいのよ。味噌汁も美味しいしね。うん、これがここのなんかまあ結構お客さん来んのよ。人気の、まあ、秘訣はそれなんじゃないかなと思って。メインのおかずじゃなくて、あの、脇役は個性派俳優みたいな感じなんだよ。うん、一人一人がね、ちょっと個性あってたまんないの。で、ピシッとね、味噌汁で締めてるっていう。味噌汁うまいね、ここね。久しぶりに来たけど、やっぱり味噌汁は美味しかった。それでね、ここね、クリーム部分の、クリームがまあ濃厚なのよ。まあ、このクリームコロッケのクリームだけでもうまい。それにでっかいエビがドンと挟まって上がってるんでしょ。いや、そりゃうまいよ。ここね、このね、エビ巻きコロッケ、一回食べてみ。うん、特に変わったの好きな人はやられると思う。うん、おばちゃん、これで6回目かな。うん、いや、近くなったらもうしょっちゅう行ってると思う。あ、それとね、入店してから、お店出るときも、ずっとなんか、お姉さんっていうの、おばちゃんのこと。やっぱり見る人から見たらわかんのかしらね。うん。電気走っちゃう。お姉さんって言われたら、いやほんとね、電気走っちゃビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。